初めに武部副大臣からお話をいただきます。はい、北海道白老町で発生が確認されました高病原性鳥インフルエンザにつきまして、今シーズンに入って国内では20例目になりますという、北海道で初めての1例目になります。国と道と生産者の皆様方、使用衛生管理の徹底にですね取り組んでいただいてただけに本当に残念に思っておりますが、道の方も初動体制が大変重要なんですけれども、早速に殺処分埋却処分もスタートをしていただいていると聞いております。国と道がしっかりと連携しながら進めていくことが重要でありますので、北海道からも知事からもいただいた要請をしっかり受け止めて全力で、支えてまいりたいというふうに思います。私からは以上です。次に知事からお話しいたします。はい、農林水産省の方からは速やかにこの知見を有する職員の方の派遣、また今10時40分から貿易対策を行っておりますけれども、そういった面での職員の方の支援、さらには本日武部副大臣がですね北海道の実情を誰よりもご存知の方でありますので、副大臣というお立場でもこのいち早くですね現場に入っていただいて、そして要請をさせていただいた点につきましては、人的な面、物的な面、そういったところでこのしっかり我々の北海道の思い、声、こういうものに寄り添っていただいて全力で支援をしていただけるというご発言をいただいたことは大変心強く思っております。今後ともですね、これは日々この24時間体制でやってまいります。国としっかり連携をしながら対応を進めていきたいというふうに考えております。私は以上です。